フランシス卿は太平洋へ航海した時にスペインの船団を奇襲したんだ。彼は船に乗り込み、船にあった地図や手紙や日誌を奪い、その全てをこの日記に記録した。そうか、それで。だがイギリスへ戻るとエリザベス女王にその地図や全てを没収された。この日記もだ。そしてクルー全員が沈黙を誓わされた。で、お宝は？フランシス卿はこの航海で何かを発見したんだ。秘密にしておく価値のあるもの、何かものすごいものだ。ネイトン、そんな回りくどいことはどうでもいいから、はっきりズバッと言っちゃってくれ。本当にせっかちだな、あんた。そんなんじゃ女に嫌われるぞ。モテまくりだ。よし、じゃあまずいいものを見せよう。どうだ、エルドラドの黄金。これぞでかい山だろ。他に手がかりは？やっとその気になったか。もう一だ。だが残念ながら最後のページは破られてる。だがな、サリー、これは二度とない山だ。ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して沈んだんです。そんな、だから保険をかけてるんですよね。嘘。あ、もちろんカメラは無事に決まってますよ。新品同様、問題なしです。サリー、あれはほっといて平気だ。超たくましい。だな。じゃあ黄金の都を見つけたって彼女に言って、今夜テレビで生放送ってか？バカ言うな。だろう。俺を信用してるよ。まあまあね。このままだとそこらのゴロツキまでお宝を狙いに来ちゃうぞ。彼女なんてどうでもいい。今すぐ出発だ。大した紳士だな、サリー。まあね、勝負んだ。いつもの行くか。予算なんてそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。分かってるんですか。この企画は今年最大の目玉なんです。あ、はい。全く信用はできません。だからお願いしてるんです。カメラクルーを送ってください。そうすれば私と人たち、ちょっと、絶対許さない。待て、ゆっくり頼む。俺はもう若くないんだ。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あん時は別だ。まあ確かに俺はまだまだ生きるがな。まあ頑張れよ、じいさん。もう少しで着くからさ。おい、思い出しちゃうな。昔麻薬王のパブロ・エスコバルに偽の16世紀の聖人像を捕ませた話はしたか。ありゃヒヤヒヤだった。でも偽とバレる前に俺は。おい、ネイト、聞いてんのか。バッチリ聞いてるよ。ああ、体力の無駄だな。フランシスちゃんは本当にこんなところまで来たんだろうな。かなりイギリスから遠いぞ。
ここか。変だな。GPS によればここのはずなんだ。使い方が分かってないんじゃないの？見せてみろ。いや、合ってるはずだ。ここには何もないぞ。いつものどん詰まりだ。怒るな、サリー。落ち着けよ。探してみよう。歓楽街で花嫁を見つけるようなもんだ。あった、きっとこれだ。この石ちゃんはインカのか？いや、それより古い。さらに2000年ぐらい前だ。何が見える？何も。おお、気をつけていけ。おい、そこだけ地面がちょっと違うぞ。扉をぶち破らなきゃ。
ベイ。
懐中電灯ちゃんが必要だな。